飢えと病に苦しむ人々と共に暮らし、彼らを愛し続けたマザー・テレサ。20世紀の聖女と呼ばれたその生涯が高く評価され、1979年にノーベル平和賞が授与されました。授賞式で記者から、私たちは世界平和のために何ができるでしょうかと尋ねられた彼女は次のように答えました。家に帰ってあなたの家族を愛しなさい。マザー・テレサは世界平和が家庭から出発すること、つまり家庭こそ幸せの原点であることを説いたのです。私たちが初めて愛を体験する場が家庭です。赤ちゃんは家族の愛を一身に受けて成長します。一人では何もできない赤ちゃんですが、その愛らしい姿は家族の心を癒します。愛し愛される人間関係が誕生の瞬間から始まっているのです。家庭には多くの愛が満ち溢れています。親子、兄弟姉妹、夫婦などの関係の中に人生で体験していく基本的な愛の形が現れています。家庭で十分な愛を受け、また愛を与えることで円満な人格が築かれていくのです。まさに家庭は愛の学校です。では家庭で学んでいく愛について考えてみましょう。人生を出発した赤ちゃんは最初に父母と出会います。そして成長するに従って父母を喜ばせたいという子女の愛を育みます。はじめは笑顔を返したり、家事を手伝ったり、学校で良い成績を収めたりといったものですが、次第に自分を育ててくれた親に孝行をしたいという高い次元にまで至ります。また兄弟姉妹の愛を体験します。同じ父母を持つ兄弟姉妹がお互いをいたわり慈しむようになるのです。また兄弟姉妹の愛を広げてゆけば、いとこ同士、近所、学校の友達などの間でも同様の愛が育まれていきます。やがて成長した男女は永遠の伴侶を得て夫婦の愛を経験します。この愛は性の愛を伴い新たな生命を誕生させます。したがって家庭の中でも中心となる愛だと言えます。他の愛はより多数の人に向けられるときに素晴らしくなっていきます。それに対し夫婦の愛だけはたった一人の伴侶に向けられたときにより深い喜びと幸せをもたらします。やがて愛し合った夫婦から子供が生まれます。そして赤ちゃんから大人になるまで長い期間をかけて愛し続けます。これが父母の愛です。父母の愛は子供を成長させると同時に父母自身の人格をも成熟させていきます。このように家庭において子女の愛、兄弟姉妹の愛、夫婦の愛、父母の愛の4つの愛を体験し身につけることで神様の誠の愛を相続できるのです。私たちは自分の子供が小さな間だけ愛し喜びを感じるわけではありません。子供が成長しより深い愛を身につけた立派な大人になった時により深い喜びを感じます。父母である神様も人間に対して同様のことを望んでいるはずです。つまり私たちの人生の目的は神様の誠の愛を相続し、愛に満ちた家庭を完成し、幸福な社会を築いていくことなのです。それが神様の願いであり人間を創造した目的です。家庭は愛の学校です。家庭で円満な人格を培った人は社会に出ても周囲の人々に喜びや安らぎを与えます。そのような人たちが集まれば社会にも愛が満ち溢れていきます。もはやその世界には戦争や葛藤は存在しません。家族を愛することは
より良い世界を実現する第一歩なのです。